前原龍二の前向きチャンネル、今日は何ですか。ありがとうございます。4年ぶりに開催、焼酎ストリートに注目。4年ぶり、盛り上がりそうですね。前原龍二の前向きチャンネル。4、3、2、1。お味はどうですか。おいしいです。11月1日は本格焼酎の日。焼酎は毎年8月から9月に仕込みが始まり、その年の新酒が飲めるようになるのが11月1日前後であることから、この日を本格焼酎の日と定め、本格焼酎の PR が行われてきました。鹿児島県には蔵元が111もあり、県内各種の多様な地域で運ばれているのが鹿児島本格焼酎の特徴であります。今年4年ぶりの開催となった県酒造組合主催の焼酎ストリートは11月1日からの3日間、県内の100を超える蔵元の焼酎を堪能できるとあって、多くの来場者でにぎわっていました。はい、どうも、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。より気持ち上がってます。今テンション高いです。しらくですけどテンション上がってますが私が鹿児島大学なんですけど、ちょっと焼酎を広めたいな的な団体ちょっとやってて、それで今回来ました。意外と知らなかっただけで焼酎美味しいなって感じて、今回もう今2杯目です。オーストラリア、ケン Been before and enjoyed, we come back again. It's a beautiful country. Have you tried?We like soju with lemon. It's very nice drink. Too high. We've been having lemon too high. Yes. You want some more? Oh, he's going to have number three. Number three, yeah. Have fun. Thank you very much. 今回、焼酎ストリート2023を主催した県酒造組合の河野さん。今の思いは、本当去年もですね、本当はやろうとしてて、できなかった。でもやっぱりお客さんたちの声っていうか、いつやるのっていうのをずっと聞いてたもんですから、やっぱり今回こうやって開催できてすごく嬉しく思ってます。グラスが皆さんこう持ち上げてる風景ってね、すごいやっぱりワクワクするというか、焼酎の可能性ってすごいんだなっていうのを改めて感じましたね。そうですね、例えば仙巌園で焼酎のイベントしてみたりとか、あとは今鹿児島県の方でアメリカからバーテンダーの方たちをこう招聘してるんですけども、そういったのの対応ですとか、全国的に、世界的にですね、今展開しようとしているところです。海外からですね、このイベントにめがけてきているという方もいらっしゃいました。やはりその蒸留酒っていうのは世界中にあります。でその中でもその原材料とかその作りとか、そこらにしっかりとこだわりを持って丁寧にやっているという、この日本の蒸留酒である本格焼酎はまだまだ可能性しかないというふうに思っています。前原龍二の前向き宣言。前向き宣言。鹿児島の魅力がいっぱいの焼酎ストリートをきっかけに、より多くのファンが増えてほしいと前向きな気持ちになりました。